配信中になりました。配信中になってますか？皆さん、こんばんは。すいません。お待たせしてしまってすいませんでした。見れてますか？見れてるかな？もし、ライブ配信見れてる方がいたらコメントください。ちょっとね、スタートが3分遅れてしまったんですけど、今、じゅんこさんって、見れてますってコメントいただいてありがとうございます。じゅんこ嬉しい。すごい嬉しい。ありがとうございます。もう皆さんお待たせしてすいませんでした。やっぱり、土壇場になって、あれあれあれってなってました。すいません。でも無事につながれて嬉しいです。すごいたくさん。すごいたくさん。ありがとう。皆さんありがとう。できたよって感じ。ありがとうございます。初めての YouTube。本当にね、たくさんコメントくださってありがとうございます。遅れてしまいましたが、初めての YouTube 動画配信します。そして今日のスペシャル、私のことをご存じない方もいらっしゃるかもしれないので、自己紹介を一応したいと思います。私は、今、蔵王町という仙台より、宮城県の郊外の山の中で過ごしてまして、たまに水の音という店を仙台でしています。そして、ビューティフルライフスクールという、喜びにあふれた毎日を美しく過ごせるような生活の仕方を提案しています。阿部純子と申します。初めての方、よろしくお願いします。皆さん、ありがとうございます。こんなね、夜遅くに見ていただいて、ありがとうございました。すごいね、緊張してるんですよ。すごい苦手なので。でも、私がすごく尊敬している浜端道博先生のヒーリングを、こういうね、不安なことを抱えている方が多い時代らしいので、やっぱり皆さんに知ってほしいなと思って、今回ライブ配信を、お忙しい中、浜端先生にお願いしてさせていただくことになりました。では、もう、浜ちゃんって呼んでるんですけど、浜端道博先生をお呼びしたいと思います。じゃあ、浜端先生、よろしくお願いします。はい、バチ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 。よろしくお願いしまよす。ろしくお願いします。こんばんは。浜端道博先生です。仙台でね、ワークショップを主催させていただいていたので、会った方ある方も多いと思うんですけど、初めての方には、ちょっと浜ちゃんのご紹介をさせていただきたいと思います。浜端道博先生は今、エネルギーワークをたくさんの方に教えていらっしゃって、ちょっと一言では説明ができないんですけど、私、リウマチを患ってまして、一時期本当に箸もペンも持てないぐらい手が不自由になって、だんだん足も関節が、膝が腫れて歩けなくなって困ったなっていう時に、浜ちゃんと出会いました。そして本当に出会って、ヒーリングをね、別に触らないでヒーリングをするんですけど、エネルギーワーク的なヒーリングをしていただいて、一瞬ですごく体が楽になって、じゃあもう自分でできるようにしますねって言って、一瞬でつないでいただいて、その後本当に今まで10年以上気功で修行した方と同じようなことが一瞬でできるようになって、これは大変なことだぞと思って、本当たくさんの方にこれを体験していただきたいなと思って主催させていただいてました。でも、浜ちゃんがその特殊な能力を身につけるまでには、すごいいろんなね、経験があったんですよね。自転車に乗ってて車にひかれたんでしあ、そうです、そうです。はい。た。しかも黄色から赤に変わるところで、突進してきた車に、スピードを上げてた車に轢かれて、6メートル、9メートル、約8メーターぐらい。8メーターぐらい吹っ飛んで、20針ぐらい20針ぐらいここら辺縫いました。縫って、背骨も折れて、まあ、あばら漏れて、唇って、みたいな感じで。
ということで。でね、ありとあらゆる代替療法とか、あのお医者さん最初言ってたんですよね。はい、はあちゃん、あのスピリチュアルのこと全然信じてらっしゃらなかったそうで、初めは普通に、ね、病院で、あと整体とか針とか、うん、まあ普通の東洋医学的なことですよね。うん、はい、そうと頑張ったけど治らなくて、でどうしたんでしたっけ。まあ結局もうどうしていいか分かんないんで、うん、もう本当になぜこんなことが起きたのって、本当にこう、まあ、簡単に言うと神様にもう泣き叫びながら、なんでこんな目に遭ってんだってことで説明しやがれとかで文句言ったら、結局神様はあのお前が悪いんだってことを説明されてでなんでやねんと思ったけど、うん、なんとなく、あ、本当にそうだねってことが分かって、そこら辺からまたあの人生の流れが変わって、今度はスピチュアル的なこととか一生懸命勉強し始めて、エネルギー療法的なことを学び始めるっていうところで、まあ、そこら辺からどん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 自分の人生が変化してっていうことが起きてきました。うん、インドに、そうですね、学びに行かれたんですよね。はいはい、そしてサイババさんに、そうです、サティア・サイババさんってもう亡くなりましたけど、サイババさんのところに行って、そして、まあ、衝撃的なことが起きて、体が本当におばあちゃんみたいに曲がってた腰が本当に、本当にその体験した後まっすぐ伸びてて、体どこも歪んでない、痛くないってことで、本当に何が起きたのっていうふうなことが起きて、そしてその後はなんでこんなことが起きたのか、自分の体が治れない出来事がなぜ起きるのかってことを知りたくて、理解したくて、そしたら他の人の体も治せる、もっと簡単に治せるんじゃないかって思って、僕の経験を他の人にもちゃんと説明したいっていうところからまた研究が始まりました。そうですよね。なんかあの浜ちゃんがそのサイババさんに会って、そういう不思議な能力が備わった後、自分も簡単に人を治せるようになっちゃったから、いろんな人にどんどんヒーリングしてたそうなんですね。そしたらもう夜中まで腰が痛いからとか、そこが痛いから治してくれっていう連絡がいっぱい来るようになって、それであの他の人に自分と同じようなことをできるようにってあの伝え始められたんですよね。うん、で今日もね、あの私のオンラインサインのメンバーの方たちに午前と午後ワークショップをしていただいてたんですけど、あの、ね、皆さんにお返事できてないんですけど、たくさんご感想をいただいて、うん、なんかあの最初浜ちゃんの経歴をお話しさせていただいて、ワークショップ自体は実質1時間ぐらいなんですけど、それで、ね、自分で本当に体温、基礎体温が上がって痛みを取れるようになったり、本当に軽く、体が今まで重くて大変だった方が軽くなったり、うんうん、本当皆さんびっくりしてくださって、あの奇跡的な、ね、体験をされた方もいらっしゃったと思うんですけど、今全国であの浜ちゃんたくさんねワークショップをされてらっしゃるんですけど、一人で回られているのでちょっと限界がもうそろそろあるよねっていうことで、あの昨日は動画の撮影をしてまして、あの動画でその講座を受けられるような体制にすれば、もうちょっと多くの方にその技術を伝えられるかなっていうので、あの今準備しています。で、ね、ちょっと前置きが長くなっちゃうとあれなので、今日あの告知していたように、浜ちゃんにあの遠隔で治療をしていただきたいと思います。であの事前にあの私のサロンのメンバーの皆さんにどこ直してほしいですかっていうのを質問させていただいて、あの聞いた内容を最初にお願いしたいなと思うので、あのでもライブでもね、皆さんからいただいたコメントで、あのこういうとこ直してほしいとか、そこが痛いとかがあったら、ちょっとチャットで送っといてください。拾えるものはその場で浜ちゃんにリクエストに応えてやっていただきたいなと思います。あと今日受けてくださった方でね、ご感想を書いてくださる方いたら、チャットに書いてもらえたら嬉しいです。じゃあ今のうちにどんどんリクエストしていきたいと思います目の疲れと
老眼。大人目。あ、そうだ。間違えた。肩こりと首の痛み。はい。お願いします。じゃあ、首の動きこと肩の動きみたいな形で、頸椎全体の歪みを取る。そして、肩の動きが楽になるようにってことで、まず頸椎から胸椎にかけて調整していきます。今ね、皆さんに全体的に見ている方に向けてやってくださってるので、動き、どれぐらい動くか見ながら聞いて、あとはもうリラックスして見ててくださいね。肩こり。首の痛み、今ね、私はい、ちょっと今首を動かし、首の動かして可動域を見てみたり、はい、してみたり、肩の動きとか確認してもらって、いつもと比べてどうでしょうか、うん、どうですかね、変化あったらコメントくださいね。私も本当にずっと一日中スマホ見てるので、もうすごい首が固まってしまって大変だったんですけど、だいぶ楽ですね、うん、ということで、まあ、これでちょっとこの画面を見た人の体も、肩を動かしたりとかしていると、なんかいつもより軽いんじゃないかっていうふうに思います。ということで、はい、じゃあ次、うん、腰痛、背骨、うんうん、で、まあ、腰痛、うん、腰痛ということで、骨盤、仙骨の調整から、脊椎全体ということで、背骨全体も整えていきます、うん、ということで、まずは仙骨と腰椎の調整をしていきますってことで、うん、あ、首よく回りますってコメント、うん、ありがとうございます。で、このビデオは後で再生してみても、また何回見ても体が楽になるようにセッティングしてあるので、今回のライブだけじゃなくて、後でまた見てもらっても結果が出るようにしています。で、今度仙骨の前の骨盤調整ってことで、骨盤調整していきながら、骨盤が楽に痛み、腰の痛みがない状態に戻していく、そして背骨全体も整えていくってことで、はい、今ちょっと腰動かしてみてもらって、どうですか、腰とか仙骨、すごい楽です、うん、ということで、うん、すごい楽、うん、まあ、腰もかなり、まあ、楽になったんじゃないかと思っていきます。あ、さっきの、はい、ね、はい、左の首が硬かったのが軽くなりましたって、うん、鈴木和子さん、ありがとうございます。小野巡りんさんも、首よく回ります。あ、カーチンさん、可動域広がりましたって、うん、あ、コメントがでっかくなったハプニング起きておりますみたいな感じで嘘、驚くほど腰が楽になりましたって嘘ってびっくりしますよね、うん、これね、ほんとびっくりしますよね。楽になるんですよ。しかも、うん、ね、YouTube で何回でも再生できますからお得ですみたいな感じで、はい、もう本当に、あ、楽になったって、カイさんありがとうございます。よかった。そしたら次、肘、膝、足首ってことで、うん、まあ、あと股関節も含めて、股関節、膝、足首、そして肘、手首ってことで、ちょっとやってみますってことで、まず股関節からいきます。で、今度、膝のところをやっていきます。あ、すごい膝楽。私今本当ババ臭いんですけど、左膝が痛くて。あ、すごい。はい、今度足首整えていきます。これは本当にすごいな。右側の肩の可動域広げたいです。ちょっと最初の方からコメントを見よう。はい、じゃあこう。今度は肩関節、肘の関節、手首ってことで、それぞれ調整していきますね。
どうですか皆さん。肘膝足首肩関節。わお、スクワットできたってカーチンさん、ありがとうございます。はい、今手首とか肘とか、あと膝の方とかも動かしてもらってどうでしょうかってことで。すごい、うん、面白いですよね、うん。こんな簡単に、こんな遠くで見てる皆さんが楽になれるのって、うん、すげえ。ありがとうございます。すごい。どうですかね。わあ、なんか皆さんコメントくださってありがとうございます。あ、楽ですって、まこさんもありがとうございます。左の、そっか。はあ、ちょっとね、皆さんやってほしいところ書いてくださってるの、あと読まさせていただきますね。今、最初にね、はまちゃんにお願いしてたものが結構いろいろやってから。うん、じゃあ今度は頭蓋骨ですかね。あ、そうそう、頭蓋骨。頭蓋骨全体の歪みとか歪みっていうのを取っていくってことで、その中に目とかも入ってるっていうふうに思ってください。ということで、ね、顎関節とかも入ってると思ってください。と、うん、いうことで、頭蓋骨の調整をしていきますってことで。頭蓋骨。まあ、目はね、本当疲れやすいですもんね。うん、今スマホとかパソコンとかねやる方多いから、まあ、丁寧に実際にヘッドマッサージをされたようなイメージで、そして頭部を歪みを取っていくみたいな形でほぐしていってます。特に顎の位置とかが整って、首の位置とか整って、なんかね、こうどうしてもストレートネックっぽくなってるのをよいしょっと戻していって、首がもう少し本来の位置に戻っていくように戻していきます。なんか私あれですよね、多分顔のくすみも取れてきてますよねさっきねめっちゃ焦っていろいろやってたから。はい、今肩とか首とかさらに動かしてみて、顎動かしてみたりとか、耳とかもどうでしょうかということで、あと頭の重たさとかそういったのもどうでしょう。あ、頭蓋骨ありがたいです。わ、ずっと痛かった左のテニス肘、痛くなくて動きます。だってやっぱりすごいです。すごいよね、指の関節もお願いします、うん、指の関節ということで、じゃあ指の関節、手の指の関節、ね、田中恵比さんの一本こう一本一本整えていきますね。指の関節いきますよ。あ、純子さんキラキラしてますよってコメントいただいて、自分でもそう思いますだってね、さっきめっちゃ歪んでたじゃないよどんでたよどんでました。目の下とかクマとかあったりして、はまちゃん先生ありがとうございますって、みやみやさん、あやか千葉さん、はい、ちょっと指の方動かしてみてどうでしょうかということで、なんでって思いますよね。はい、顎関節症とかも楽になるかと思うんで、この頭蓋骨全体の歪みとかをエネルギーでほぐすことで、なぜかみんな楽になるってことで、よかったですってことで、すごいすごいな。首が楽になりました。肩首が、あ、顎関節症ですが口が開きましたって、うん、あ、頭が軽くなりました、うん、まあ、本当に頭部の重さとかもこういう頭蓋骨の歪みとかを取ることで随分変わってくるかなと思いますってことで、あ、すごい嬉しい、うん、はい、私も純子さんと同じ左膝が痛いです。前より軽くなりましたね。軽くなりましたよね。やっぱりこうピアニストの人とかが本当に指とか引っかかるって困るからってことで、演奏前とかに連絡来て直せとか言われてよくやってたんで、やっぱりエネルギー、指は動きやすくなると思いますってことで、すごい、頭蓋骨が動くのが分かりました。笑うとリフトアップを実感できます。ありがとうございます。さん、ありがとうございます。モーリンさん、カーチンさん、ひどく怪我をした指曲げると痛かったのですが楽になりました。ありがとうございます。よかった。
残るは背中の痛みを。了解ですっていうことで、この背中の痛みなんですけど、もしかしたら目の疲れから来てる緊張が首の後ろから背中にかけてきて、なかなか取れてない可能性があるよねってことで、今までの施術で取れてないところってことで、目の疲れからちょっとアプローチしてみますってことで、目の緊張から来る、あとその目の緊張を生み出している自律神経、交感神経の緊張を取っていきます。いきます。交感神経の緊張、うん、まあ、交感神経だから、体結局体を硬直させるような指示が脳から来てるんですけど、まあ、それを目の緊張と一緒に交感神経全体を緩めるってことをするとどうなるかということで、ほぐしていきます。はい、ちょっと背中とか動かしてみて、首とか動かしてみてもらってどうでしょうかということで、うん、あ、なるほど。本当に今の時期、本当に自律神経のバランスが崩れてるとか、そういったことでなんか体調悪いっていうことも起きてくるのでってことで、うん、宇宙的なエネルギーでしょうかっていうご質問をいただいてます、うん、だからこのエネルギーっていうのは基本的に宇宙を生み出している原材料だと思ってください。宇宙の元になっているもっと粒子の細かいエネルギーだと思っていただくと、そのエネルギーが後で宇宙という形になっている、その中に銀河系であるとか太陽系であるとか地球ができて人間というものが生まれているっていうふうに思うと分かりやすいと思いますってことで、大いなる源ってことですか。そうですね、全ての宇宙もそうだし、人間とかもそうだし、その全ての物質そのものが生み出される原材料だと思っていただくと面白いかと思います、うん、ということで、なんかね、今日もワークショップでしてくださったんですけど、潜在意識に溜まったゴミをズバッて取ってくれるんです。なので人類の集合意識的に溜まってしまったゴミを取ってくれるので、今まで使えてなかった能力も使えるようにエネルギーを通してくださる感じなんですね、ワークショップの時は。なので浜ちゃんがしてくださってる施術は自分でみんなできるようになる感じですよね、うん、それがすごいですよね。だからこれを僕一人のものにするんじゃなくて、全員の人類共通の財産にしたいよねって思ってこれをやらせていただいてますってことですね。それがすごい、うん、本当にこんないいものをみんなで使ってみんながハッピーで楽になれば、うん、僕の仕事が減るよねっていうところもございますみたいな感じでなるべくね、減らしたい、なるべく減らしたいですね、うん、はい、じゃあ、はい、あとは、脳の疲れですかね。あ、脳の疲れです、うん、でもさっき頭蓋骨言う、すいません、これ入れてなかったですね。あ、そっか。目の疲れと一緒に、じゃあ今度次のステップで脳の疲れも取っていきますってことで、うん、結局体がこうわってる原因の一つとして脳の疲れがあると思うんで、その脳の疲れっていうことで脳全体の疲れを取っていきます。最初は大脳神経のストレスを取っていって、そしてもう少し深いところにある感情の動物脳と言われているところのストレスをスーッと取っていって、そしてより深いところにある爬虫脳と言われている本能を司っている脳のストレスを取っていくってことで、もう脳全体のストレスをね、表層のところから深い中心ぐらいのところ、そしてもっと深いところのストレスも一気に取っていきますってことで、脳ね、疲れてますもんね、頭使いすぎて。はい、今この状態で首とか肩とか体を動かしてもらってどうでしょうかということで、うん、すごい楽。ありがとうございます。微細なエネルギー、うん、ありがとうございます。高橋さん、ご質問いただいて、うん、はい、ありがとうございます。浜ちゃん先生、泣けます。感動しっぱなしです。素晴らしいです。ありがとうございます。純子さん、こんな場を提供してくれて本当にありがとう。ありがとう。本当に苦手なんですよ、私。こういうのに出るの。
本当に苦手だったんですけど、でも浜ちゃんのこの技術はもうみんなに知ってほしいなと思うのと、で、なんでやったことない、YouTube やったことないのにいきなり生かよって自分でやっといて、マジかよみたいな感じだったんですけど、こうやって皆さんがライブでコメントくれるのはすごい楽しいから、励みになりますよね。嬉しい。あと、チャクラ調整とかも依頼が来てますね。ああ、チャクラ調整してほしいですよね。お二人見てるだけで幸せです。ありがとう。あとは精神的なもので不安感とか、不安心安感、感。不安感を取り除いて安心感が出るようにしてみようってことでやっていますってことで、はい、いきます。まず心の不安感を取り出してきて、その不安感をエネルギーを送って、変化しやすいものに変えていって、その不安感をひっくり返して安心感に変えるってことで、安直なと思うかもしれないけど、不安だからひっくり返して安心感に変えようっていうふうなことをするとどうなるかってことでちょっと受けてみてください。不安をひっくり返して安心感になるなんて考えたこともなかったです。まあ、ダジャレの世界ですよね。みたいな感じで。だから不安感がひっくり返って安心感に変わってくると、どういうことが起きるかっていうと、不安なことが起きてもなんとかなるよねっていうふうな気持ちになる。そうすると、なんかね、逆に言うと、不安だからこう苦しいことが次々やってくるような感じを持ってたけど、なんとかなるよねと思ったら、これ目の前にやってくることがなんとかなるような気がしてくる。そうすると実際にクリアできるようになるみたいなことが起きるので、それを感じてください。ということで、今心の方、不安感を安心感に変えるっていうワークをしてみました。ということで、コメントとかしたとか。多分その下矢印を押すと、下矢印？ここ、ここ、ここ。ああ、ここれれ、か。下に取ります。おお。パソコンも分かってないからね。はい。はーい。なはるい。ほど。あじと、ゃちあ、ょっとね、もリっクエスト。とはい。前の方に、あ、不安感なくした後。あとね、あとで皆さんのお顔のリフトアップとかも、美顔コースもありますので、鏡とかある方は用意しといていただいた方が、使用前、使用後の顔が見れると楽しいですよね。ちょっと最初の方に戻って、最初の方にリクエストしてくださってたの？髪切ったって言髪われ切りてまましす。た。はい。そう、私も思いました。お似合いですよね。この介護職の鈴木さんの腰はさっきやったので、で、この綾子さんの首もやったので、これは？飛蚊症ですかね。あと左手は、これもさっきちょっとちょっやとったのっやりて、をしていただいたんそうでで、すね。人が怖くてプチ引きこもりですとかっていう方もいらっしゃいますかね。はい。ということで、人が怖くてプチ引きこもりですとか、人が怖い、あの人、あの心の中にある人が怖いねっていうトラウマを取っちゃいましょうってことで、よいしょ。よいしょ。はい、今いろんな人の、頭の中にあるトラウマっていうのを引っ張り出して、脳の一部、結局トラウマとかを覚えてるその脳の機能があるんですけど、そこのところから引っ張ってきて、紐みたいに両側から引っこ抜いて終わりみたいなことをしてみました。ということで、これも結構ね、実際に何十年とか鬱で悩んでたか、精神疾患とかに悩んでた人が解放されてるし、実際に実績がある技術なので、ちょっと自分の心がどうだろうかとか、ちょっと感じてみてくださいってことで。なるほどね。トラウマがあるから人が怖くなるんですもんね。それがなくなったらすっきりしますね。耳鳴り。耳鳴りってこ耳とで、鳴りがひどいですじけゃあど。耳鳴りが、耳鳴りっていうミのカは、さ結ん。局耳鳴りだけじゃなくて、耳の部分だけじゃなくて、実際それを受け取ってる脳のところで電気信号がバチバチ飛んでるってことが
起きてることで耳鳴りがひどかったりするんで、耳の機能だけじゃなくて脳が炎症を起こしてる、なんかストレスを感じてるものを解放していきますってことで、はい、今耳の方どうでしょうかということで、いろんな霊媒体です、霊媒体質さんとかどうにかなりますかっていう話ですけど、なんとかなるんで霊媒体質直してみましょうってことでいいでしょうかってことで霊媒体質の人って特に脳の中にある一部が普通の人より活性化してて、そうするとそこに焦点が合いやすいってとこがあるんで、そこをストーンダウンさせてみようってことで、ちょっと霊媒体質直してみます、いきます。一瞬ですと軽くなりました。羽賀由美子さんありがとうございます。なって眠くなってきましたってね、カイさん眠くなりますよね、はい、ね、まあ、今ちょっとねやってみたのでどうでしょうかってことで、ちょっと様子見てくださいってことでした、うん、はい、いろいろ、あ、自然にさっきね、自然に口角上がりましたって、うん、はい、うん、アレルギーの喘息っぽいのと、アレルギーで口開けて寝てるようで喉も少し荒れてますってことなんで、うん、その喉の喘息とそのアレルギーっていうことで、そこちょっと取ってみますね、いきます。まず喉の炎症とかアレルギー反応みたいなものが落ち着くようにエネルギーを送っていきます。いきます。さっきね、私もこの YouTube 始まる前に喉がイガイガしてきて、浜ちゃんに撮ってもらったんです。すごい瞬時にすっきりして、助かります、うん。これからの季節ね、今年なおさら風邪ひきたくないから、はい、今どうでしょうかってことで、うん、よりすっきりしますね、はい、はい、まあ、エジプトの猫さんありがとうございますってことで霊媒体質、はいはい、耳静かになってるってことで、はい、よかったですってことで、なんかね本当にいろんなところがねどんどん楽になってくると思うんで、あと乾燥肌とかアトピーってことでちょっと美容的なエネルギーっていうのも関連してくるんで、ちょっとじゃあ美肌とかどうですかね、はい、肌の活性化するってことで、はい、まあ、体全体の美肌ってことで、体全体の肌を体全体の美肌、うん、っていうのをやってみましょうってことでエネルギーを送ります。そうするとさらに眠たくなるかもしれませんってことで、アトピーとかそういう皮膚疾患とかにも非常に効果的だってことだ、乾燥肌とかもっていうことだから、肌の問題全部に対してこの、美肌のエネルギーを送ってみます。いきます。なるほど、まあ、結局男性とかでも肌の状態が悪くなってくると、痒みになったりとか、なんかカサカサするとかってことで気持ち悪くて眠れないとか出てくると思うんで、そこも整えていきますってことで。うん、特にこれから乾燥して痒くなってくるから。浜ちゃんのね、奥様も、かなり素晴らしい能力のある方で、私昨日美肌コースしていただいたんです。また後でその話もしますね。はい。まあ、ちょっと体とか全体的にこう皮膚とかどうでしょうか。じわっとあったかくなったりしてると、うん、なんかいい感じかと思いますってことで。そうですね。うん、ポカポカしてきますね、うんうん、あ、眠くなってる人多数ですねだいぶかなりいろんなことが ね、 ポカポカね、眠くなってくるってことで、はい、あゆこさん、じゅんこちゃん、ピカピカツヤツヤこちらでも生産中、ありがとうございます。もう浜ちゃんのエネルギーで
ツヤツヤになってきますよね。多分、あやちゃんも皆さんもツヤツヤになってると思いあまと、す。ダイエットっていうダイエッのどうでしょうト。はか。い、ダイエットリクエストまあ、ダ来イエットっまてす。ことなんだけど、基本的に内臓を動かして、内臓を活性化して、内臓脂肪が減っていきつつも、基礎代謝が上がるっていうことをやってみましょうってことで、内臓全体を整えていきましょうってことで、内臓全体をスーッと整えていって、そして、内臓全体が活性化する。そして、その内臓が活性化することで、内臓脂肪、周りの脂肪からエネルギーをどんどん消費していくっていう状態にしてみましょう。ということで。で、あとはついでに、体の中のミトコンドリアが活性化して、体全体にエネルギーをどんどん作っていくっていうことにしてみましょうってことでいきます。松本健一さん、肩が楽になりましたって、ありがとうございます。よかった。すごいでしょう、ハマちゃん。面白いですよね。こんな瞬時に、こんなたくさんの今ね、200人の方が見てくださってますね。すごい。初めての YouTube なのに。しかも、一個も動画上げてないのに、チャンネル登録してくださった方が100人ぐらいいて、すごい。ありがとうございます。すごい嬉しかっはい、た。今、体全体があったかくなってきたり、お腹の中が、あったかいっていう状態になってたら、うまくいってるかと思います。ってことすで。ごい活性化されてる感じです。はい。じゃあね、お腹、大腸、便秘さんがってことで、便通の状態ってことがリクエストいただいたんで、せっかくですので、行きますってことで。うん、ああ、でも、これ簡単に、今日も、みんな2時間で基本的なこと使えるようになってるんで、そんな難しくないっていうことなんで、なんかね、何十年修行するとかじゃなくて、とりあえず皆さん僕のセミナーを受けた時点で、修行終でわっきてるるからようにねっなりていまうすところもんでね。話し健一ますから、さん、できというることようにで、なりますよ。それが普通のことになっちゃいますってことです。そう、普通になっちゃうんですよね、みどりさん。すごいお腹がポカポカしてきました。これ大腸さんの中をずっとこう絞り出して最終的にシューッと出すみたいな風にしてみるっていう感じで、結局、歯磨きのチューブをギューッと大出腸して、さんからシューッと出絞すりよね出っしてていうるんふうにですすると、か。よく明日ぐらいには出てるんじゃないかっそていうれことがで、便秘を解消する技。の一つですっていうことで。じゃあ皆さん、明日の朝の通知は万全ですね。はい、あ、よすっかっきたでり。すということ便で。通っていう コメントを受ける。便通。面白いですね。私あ、ね。ワンちゃんのストレスを取り除いてっていうことああ、で、それはぜ ひ。ということで、じゃあ、皆さん、このビデオを見た、ビデオとか YouTube を見た、見てくれたワンちゃんも、飼い主さんが見せてあげたワンちゃんのストレスも取れるっていうことで、やってみましょうってことじで。ゃあ猫ちゃんも一緒に。あ、猫ちゃんも行きますってことで。というか、飼ってるそうペッでトすちゃん、ね。全般的にね、うさぎ全部さ連れんてきも、ます鳥ってさことんもで、みんなね。みんな元気いられるようにってことで、人間だけじゃなくて、体の中の細菌たちも元気になってねってことで、ストレス取っておきます。という動こ物とで。さんの方が分かりやすいですよね。動物うん。さん、冷性高いかうらん。エネルギーね、敏感に感じてくれるので、分かりやすいと思います。はい、また明日、飼われてるペットさんが元気になってたり、気持ちよさそうに今日寝てくれたら嬉しいですってことで。ハムちゃん、うん。さっきね、うん。左肩、すでにやったんですけど、あゆちゃん、緒方由佳さんからコメントいただいて、左肩の痛みが取れず、リクエスト。ハマちゃんのね、作ったシートがあるんですけど、ヤマトシート。貼るだけで痛みが取れるっていう、北海道に去年一緒に旅行した、素晴らしい音楽を奏でている方がね、それをかなり覚えてくださってて、左肩の、緒方綾子さん。はい、左肩、緒あ、方綾左子さ肩ん、痛いんです痛み、ね。ということで、左肩ね、
特に左肩のところね、ほぐしていきますね。うん、あ、下っ腹が病院いらず薬いらずになりますね。うん、というかみんながこれできたら、僕一人だけできてもつまんないから、みんなができたら世の中変わるよねって思ってるんで、その方がいいやねって思ってます。そうなんです。本当にたくさんの人に知ってもらえたらみんな楽になるし、うん、であんまり難しい技術じゃなくて、さっきのゴムのチューブビューと出したらそれは出るわなって感じが、みんな、あ、そうだよねって思うと思うんで、そういう納得ができるようなやり方をすると誰でもできるっていう風になってます。あと小さくして手のひらに乗せてエネルギー入れるっていうのが私はおすすめしてるんですけどね、かなり効きます。すいません、エジプトの猫さん、猫にセルエネルギーを流すと逃げられますっていうのは、ご自身のエネルギーが混ざってると気持ち悪いんで逃げるっていうことも最初の頃はね、ありますってことで、なんかね、自分が気持ち悪くなった時にエネルギーを出してあげると喜んでくれるかと思いますってことで、それまた練習しましょうってことですってことで。なるほどなるほど、うん、一応40分までという設定だったの、あ、でもスタートが3分遅れましたからね、うん、44分になりました。うん、そしてね、こんなになんだろう、すごい大サービスですね、ハムちゃん。うん、やってくれって言われたからやってますみたいな。はい。すごい大サービス。これ本当に後で動画ね、見ていただけたらいつでも楽になれるから、すごくいいですよね。あ、及川久美さん、顎関節のズレお願いします。あと蓄膿症で。顔やとかいうことで、蓄膿症の対象をちょっとやっていきますねってことで、蓄膿症ってことで、はい、腸蛍骨取り出してきて、その奥にある海溜まってるところにエネルギーを送って乾かしていく。あ、うち固まるって、すごい、やったね、うちやりました。そう、本当めちゃくちゃね、素晴らしい。うん、だから僕程度の人間ができるんだから、皆さん必ずできますからってことで。いや、かなり特殊ですけど。まあ変態ですとか思いながら。超変態です。かなり特殊なんですけど、本当大サービスですよね。うん、あ、すごい、めちゃくちゃ肩動くと驚いています。はい、鼻のところちょっとやってみましたってことで、はい。うん、すごい、よかったね、よかった。あとさっきもうちょっと、ま、戻させてもらっていいですか。はい、はい、蓄膿症の下にちょっと何かあったんですけど、蓄膿症の下、はい、あ、顎関節、あ、そうそう、クミンの顎関節、顎関節調整してみますねってことで、これも顎を取り出してきて、ぐーっと動かして、上顎と下顎をぐりぐり動かしていって、この関節のところを動かしてきて、その周辺の筋肉もちゃんとほぐしてあげる。そうすると、そしてここの痛みすべて、違和感、筋肉のバランス、ちゃんと整ったね。そして周辺の靭帯とかもスーッと取れてくるねっていうふうにして、細かく調整していくと。そしてもう、噛み合わせするときに、骨と骨が引っかかるようになってるから、途中にエネルギーで少し引っかからないように、ちょっとセッティングして、ちょっとこう空間を作ってあげるっていうふうにすると、そこで遊びができるので引っかかりが取れると思いますってことで、どうでしょうか。すごい楽ようになりました、うん、ということで、ただエネルギーで動かすだけじゃなくて、一工夫してあげると、関節と関節の隙間、膝が痛い人とかには、その関節の隙間にそういう風なエネルギーでクッション作ってあげたりすると、ズレが引っかからなくなってくる、痛みがなくなってくるってことも起きるってことで、ガクガクがなくなった、うん、本当にね、こういう発想さえあれば、エネルギー使える人だったら誰でもできちゃうっていう風になるんで、はい、そういうのもちょっと楽しんでみてください。はい、はい、コージーさんも、右肩の棘上筋のちょっといいですか、もうちょっと下です、下、ね、棘上筋の炎症を取ってみましょうってことで、はい、右肩の棘上筋の炎症を取るってことでやってみます。めっちゃきめ細やかなサービス、うん、棘上筋って読むんですね、うん、これ棘上筋ってここです。へー、
多分セミナーでも散々やったとこなんですけど、簡単に忘れたろうなというこ言葉一切覚えられない。 OK です。ああ、そっか、食事菌っていう、なるほど、本当大サービスですよね。あ、はい、今肩どうでしょうかということで、よかったです。はい、鼻に空気が通りました。よかったです。蓄膿症の方ですね。よかったです。ってことで。慢性なので自分でも忘れてました。気圧で、気圧の調整ってことで、じゃあね、気圧の調整ってことで、ちょっとやってみますね。ってことで、これ簡単に言うと、脳脊髄液っていうことで、結局気圧の変化で脳が、上がったり下がったり、脳脊髄液がちょっと少ない人が多いってことで、この脳脊髄液をちょっとエネルギーで足して増やしてあげて、脳が下がって神経が圧迫する、脳脊髄液を足す、脳脊髄液が少なくて微妙に引っかかったりすると、脳が神経圧迫されて調子が悪い、目の奥がもう本当に飛び出しそうみたいなことが起きたりするっていうことなんで、じゃあそれ直してみましょうねってことで、脳脊髄液が漏れないようにするっていうことプラス、そして体質的に多分もともとちょっと漏れやすい人なんだと思うんですよ。それプラス、そういう人がいるんで、それプラス、これ脳脊髄液をエネルギーとして増やそうってことでやってみます。あんなに痛かった肩が上がるようになりました。ありがとうございます。で、よかった。肩痛いとね、大変ですよね。いろいろ動くの。はい、今目とか、さっきの、目が痛いとか気圧の調整っていうことでやらさせてもらった人とかどうでしょうかってことで、目玉が飛び出しそうになりましたね、ここにね、あと、卵巣脳腫と子宮筋腫、2人の方からいらしてるので、子宮関係、子宮関係ということで、じゃあ、じゃあまず先に子宮さん、子宮関係、卵巣さん関係ということでエネルギーを送っていきますということで、まあ、子宮さん持ってきてエネルギーを送りながら調整していきます。シュワシュワ感じます。まあ、そこにあるストレスを払ってる、取ってるみたいな感じでスススッと取っていってます。はい、今どうでしょうかってことで、はい、まあ、目の圧迫感なくなりましたか、よかったですってことで、良かったです、はい、私脳を今日ね入れ替えてもらったんですよ。アインシュタイン脳を入れてみたり、ブッダの脳を入れてみたり、ハマちゃんの脳を入れてみたりして、どういう体感かっていうのを体感したんですけど、あれ面白かったですよね。ただみんな喜ぶかどうかわからないので特殊ですもんね、他の人の脳みそを入れ替えてみたら、あ、脳の使ってるとこが違うねみたいなことをするんですけど、そうですよね、みんなが別にアインシュタインの脳を入れたいわけじゃない、体験してみないかったらどうだろうと思ったので、そうですよね。それより一人アインシュタインの欲しいですという人がいたんで、じゃあ今さすが研究者、ロボット研究してる方なんです。その人の頭をポコッと持ってきてシューッと取り上げて、そしてアインシュタインの脳を持ってきてポンと置くと、その人の脳が今松本健一さんにアインシュタインの脳を入れてるってことです、まあ、皆さん一応やってます。あ、皆さんに入れてるんです。とりあえず今アインシュタインの脳にすると、なんかいつもと違う脳のとこがなんかじわーっとあったかかったり反応があったりするかもしれないってことで、なんかよくわかんないけど、これ元に戻すと、よいしょって戻すと、皆さんの脳に元に戻すとどんな感じがするかってことで、あ、こんな感じだねってことで、これももう一回またポコッと外して、もう一回アインシュタインの脳にするとこんな感じ。ということで、
これもまたスーッと外してよいしょって戻すとどんな感じかということで、はい、ということで、うん、まあこれもねいろいろとちょっと楽しんでみたらいいとか思いますってことで、うん、はい、じゃあ今度脊椎側弯症ですってことで、うん、じゃあ脊椎側弯症の方ね、背骨ねスーッと持ってきて、うん、ということで第6チャクラうずきますってことは、アインシュタインさんは実はそういう第6チャクラ左手でアイデアが降りてきてたよねってことが分かるってことです。ということで脊椎側弯症ってことでスーッとエネルギーを送って、もう曲がっちゃってるけどその周辺の筋肉支えてる、背骨支えてる筋肉とかにもエネルギーを送ってきます。これ本当にすごい楽になりますよね、うん、まあ、背骨全体のストレスを取るってことは、うん、本当は毎日自分で曲がっちゃうところを毎日戻してストレスを取るってことをするということを丁寧に毎日やってると、そこら辺の歪みが取れてくる可能性がどんどん出てきますってことで、うん、はい、今エネルギーしっかり流しときましたってことで、うん、はい、脳の温かさが違う、面白いですね。ということで、そういうね、なんかいろんな分野の天才と言われてる人の脳を体験しようっていうワークショップも実はやってますということで、はい。言ってましたね。うん、さっきあとチャクラの調整っていうリクエストがあったんで、はい、じゃあ皆さんの7つのチャクラってことで、7つのチャクラスーッと持ってきて調整します。これバラン結局7つのチャクラがバランスよくちゃんと機能してるかどうかだと思っているので、そこを整えていきます。楽しくなってきますよね、うん、はい、また7つのチャクラバランスよくしてみました。うん、すっきりしたんじゃないかな、うん、じゃあ今ね、松本健一さん、アインシュタインの脳が一瞬過ぎて分からなかったってことなんで、今日一晩アインシュタインの脳にしてみましょうってことで、明日朝目覚めたら元に戻ってますってことで、なんか面白い夢見るかもしれないんで見といてくださいってことで、よいしょ、アインシュタインの脳にスーッと変えてみたってことで、明日の朝まで楽しんでくださいってことですということで面白いですね。こういうね、遊びが楽しくてしょうがないんでということで、まさかこんなことできるのっていうのをいかにどんどんやっていくかっていうことだと思います、うん、ってことで、そう、本当に想像力駆使すると何でもできるんだなっていうのを浜ちゃんと一緒にいると痛感します、うん、あとね、肩が痛いっていう所沢さんなんですけど、肩が痛いっていうのがどこら辺かっていうのがちょっと分からにくいのと、うん、肩上上げた時と下上げた時とかどんな感じでしょうってことで、うん、まああとは、その所沢の肩の痛みに特化したエネルギーってことでやってみます。よいしょ。今日すごい肩重点的。うん。うん、で、これ、肩の痛みだけじゃなくて、この肩の痛みを感じさせる脳の痛、苦しさっていうことで、結局痛いところを痛いって感じてるのは、実は脳だっていうふうに僕考えてます。ってことでエネルギーを送ります。本当どんな夢見るか楽しみですって、楽しみですよね。皆さん報告してくださいね、こんな夢見ました、面白い夢見ましたっていう方いらっしゃったらぜひお知らせしてください。すごいもの発明できるかもしれませんね、うん、まあ簡単に言うと、そういうアインシュタインの脳とかにしてもらって、その研究者の人がよく分かんない限界を突破してもらって、うん、面白いことを作ってくれて、鉄腕アトム作ってほしいと思ってますみたいな感じってことで、鉄腕アトムということで、ドラえもんでも構いませんみたいな感じでぜひ開発してくださいってことでドラえもん開発してほしいですね。はい、はい、じゃあもうね1時間近くなるので、うん、もうそろそろ、まあ、伝わる空気がすごく、はい、ね、今日ライブ見てもらった方もそうですけど、うん、このビデオは繰り返し見ても、うん、後で録画したものとか、うん、
YouTube のページにアップされてるんで、そことか繰り返し見たら同じような体験ができるようにしてますっていうことだから、はいはい、皆さん、あ、また戻っちゃったってことは、この動画また見てもらうと同じところ整っていくっていうことになってるんで、それ繰り返して見てもらうだけでも、なんか面白いかもねって思ってもらえるかもと思ってます。はい、ということで、ありがとうございます。それで今ね、浜形先生が個人セッションはしていないので、セミナーで今みたいな技術を学ぶことができるんですけど、概要欄に貼ってありますので、そちらで確認して受けたい方はぜひ受けてください。あとね、さっきお話ししたビデオ講座も出来上がったら私のブログとか LINE とかでお知らせしたいなと思いますので、ぜひそちらもチェックしていただけたらと思います。あと、もし気に入っていただきましたらチャンネル登録をしてくださいね言えたっていうのを言わないとと思ってました。よろしくお願いします。はい、じゃあ皆さん、今日本当にたくさんの方がね、見てくださって、ずっとなんか減らずに200人ぐらいの方が見てくださって、初めての YouTube なのにありがとうございました。すごい楽しかったですよね、うん、永久保存版ですねってね、コメントいただいて、本当ですね。これ回ったら大抵の痛みはもう出しすごいお得ぜひご活用してください。私の父ももう80過ぎてるんですけど、浜ちゃん の動画見せたら、あれ、目見えなかったのに見えるってすごいびっくりしてたので、意外と年配の方でもちゃんと分かってくれる人がいるんだなと思いました。どうもありがとうございました。今日はどちらにいるのですかっていうご質問いただいたんですけど、今日神戸にいまして、浜ちゃん芦屋に住んでらっしゃるんですね。なので今回急遽神戸に来て動画の撮影をしてました。ここはメリケンパークオリエンタルホテルというホテルの、私たちが泊まってるホテルで今撮影しています。はい、ありがとうございました。あ、ライブ見ている間にすっきりです、嬉しい、ありがとうございます。今日はいい夢が見れそうですね、うん、どうも本当にありがとうございました、はい、またでね、浜ちゃんのさっきお話ししたんですけど、浜ちゃんの奥さんの秀美さんもいろいろセミナーされたり個人セッションされたり、めちゃくちゃ見える方なんですよね。そう、すごい、さっきもスタッフのけいちゃんがセッションしていただいて、後ろの人とかお役目とか、いろいろねお話ししていただいて、ほえーってなりましたよね納得そういうことだったんですね、すごい納得されてて、やっぱりね、見えない世界のこともいろいろ説明していただくと、分かりやすく、生きやすく、自分の素質を生かせるようになるし、ちゃんとなんかね、お役目を果たせるようになるから、すごくいいなと思ってるので、また次回、秀美さんも YouTube に出ていただきたいなと思ってますので、楽しみにしててください。はい、では皆さん、今日は長い時間ね、だいぶ過ぎてしまいましたけど、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。そしてパチ。失礼します。失礼します。パチ。終了。